私エダン、もうすぐだよ。ちょっと、ここまで来てこんなのあり？どうやら簡単には返してもらえないみたい。かといって今さら戻るわけにもいかないわよ。これってものすごくまずい状況よね。ねえ、どうすればいいと思う？とても不本意だが、今俺たちに残された作戦はこれだけだ。いいか、よく聞けよ。え？この状況でもまさか長いやつ。全力でこいつを叩きのめす。以上だ。遮られて通信も繋がらないのよ。こんな時こそあんたの完璧な作戦の出番よ。ね、何か思いついてるんでしょ？ああ、考えてる。と言いたいところだが、今回ばかりは完璧にまずい状況だ。だがきっと何か手立てがあるはず。万事休すなのか。いやよ。まだ大金持ちにもなってないし、玉の輿にも乗ってないのよ。何か助かる手立ては？お、あるでガス。助かるでガスよ。みんな見て、あれは神鳥レキス。私たちの世界で一緒に戦った神の鳥よ。
とうございます。本当に助かっちゃいました。礼には及びません。あなた方はこの世界を救える唯一の希望なのですから。私は無数の世界を旅する者、次元を渡りいくつもの世界を守る者です。この世界にできた次元の歪みが他の世界に悪い影響を与えていました。私はその根源を断つべくやってきたのです。あなた方はヘルムードを倒し次元の裂け目を塞いでくれました。ですが闇竜は復活してしまいました。光の腕輪も見つかっていません。状況はすこぶる悪いと言っていいでしょう。そうかもしれません。ですがあなた方はまだ希望を捨てていませんね。その通りです。私全然負ける気がしません。みんなが信じられる仲間がこんなにいてくれるんだもの。それに完璧な作戦だってあるのよね。ああもちろんだ。お前はいつも最後まで聞かないけどな。ちゃんと聞くようにするわ。あんまり長くなかったらね。光の子らよ、そして英雄たちよ、皆の勇気と力を束ねて世界に調和をもたらすのです。よし。